2008年のタイミングで、えー、まあ非常にです、ねえー、まあ一つの転機といいますかあのクラウドコンピューティングのベースになる仮想化のテクノロジーがあの一般企業にも非常にあの広まってきたといったようなタイミングでもあったかと思います。でその中で、えー、まあ市場としては、えー、まあ非常に大きなベンダーになるんですが現状ではですね VMware というベンダーが出てまいりまして。 でまあ、ネット案としても VMware を使ったです、ね、仮想化の基盤こういったものをお客様に提案するようになりましてで実際に2008年から9年にかけて非常に大きな案件ですねこれに取り組むことができるようになってきました。まあ、従来ですと、えーまあ、物理サーバーが複数ありまして。 で物理サーバーのまあ何かしらメンテナンスを行う時にはまあ必ずシャットダウンをしてからメンテナンスをしますといったような形がまあ通例だったんですがそのマイグレーションの機能を使用しますと物理サーバーの上で複数の仮想マシンという仮想化のサーバーがですね複数台動くような形になります。でこの仮想サーバーが異なる物理サーバーにダウンタ,ウンダウンタイムなしでですねあのマイグレーションすることができましてでゆっくりと えここういいったた物理サーバーをメンンテナンスするるととができるといったようなあの機能になりますでこれは非常に大規模な環境ではあのものすごく優位性がある技術になりましてで運用管理者からしますとえゆっくりメンテナンスができるとで一方あの実際にその基盤を使ってビジネスをする方になりますともうダウンタイムなしにえ継続的にビジネスを提供することができるといったようなまあ従来にないあの非常に、まあ 一般的に言うのは尖ったテクノロジーでえねその仮想化によってアプリケーションと物理の環境ですねこれは切り離されたんですがネットワークであったりストレージこういったものとあとはサーバーですねこれが非常に密連携をするようになりましてこれもネットワークにとっては非常に良かった結果的には良かった一つのテクノロジーだったかなと思います。今まででそれの以前にですね えまあストレージであったりサーバーの取り扱いを始めたんですがまあなかなかあのネットワークとのえまあ完全な一体化ですねこういったものがえまあ行いつつはあったんですがまだあの完全ではなかったといったようなところでした。それがあの仮想化を行うことによってネットワークサーバーストレージがかなり密連携をするようになりまして。ネットワークの技術者も 今までネットワークしか行っていなかった人間も徐々にサーバーであったりストレージこういったものの技術を習得しなければいけないと逆にサーバーストレージのエンジニアに関してはネットワークも分からなければいけないといったような形でその当初は取り組みを行っていましたそれが段階的に広がりましてある程度全般が分かるようなエンジニアといったようなものも段階的に増えているかと思います。